皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドを実況プレイのパート12やっていきたいと思います。前回ね、発展の研究所で、シーカーストーンの、修理をしてもらいまして、まあ、アルバムとかね、いろんな、要素を、追加要素をね、入手したわけなんですけども、これですね。まあ、撮影外でね、いろいろとこう、撮影して回りまして、これ結構楽しいですね、収集として。今後もね、ちょこちょこと新しいものを発見したら、撮影していこうと思うわけですけども、今回はですね、一回かかりこ村に帰ってきて、インパに話を聞いてみようっていうことになってたんですけども、ちょっとたまたまね、村の人に話しかけたら、大妖精の泉があるらしいということで、今回ちょっとね、一緒に行ってみたいと思います。この人についていけばいいらしい。まあ、多分ね、魔物に襲われたりもするだろうから、ちゃんと援護しよう。今、ペルいねえんだよな。どこに置いてきたっけ、やつ。ああ。果ての研究所の方にいた。行こうよ。そっち？大妖精本作にもいたんですね。こっち？ん？どうした？疲れた？疲れた。坂道は年寄りには答えるな。私はこれ以上は無理そうだ。この祠の裏に大妖精の泉があると言われているんだが、いつもここで息切れだ。ああ、私はちょっと休ませてもらうよ。もし見つけたら絵を忘れないでくれよ。なるほど。祠の裏？あ、待て。あ、消えちゃった。なんかあれを弓で入れればいいんですよね。あれじゃない？あ、え？ただの出来、妖精いるじゃん。これ妖精だよね。おお、止まれるこれ。あ、つけた。おお、ホタルたちが昼間も淡く輝いている。力つけてしまった時に帽子から飛び出して瞬時に息を癒してくる。お、いいね。このゲームすぐ死んじゃうからね。このでかいの、なんだろう。こんなところに、でもこれなのか？なんかでっけえドリアみたいな。物よ、若者よ、私の話を聞いておくれ。いいよ。私は大妖精クチューラ。かつてここは美しい泉だった。年々捧げられるルピーが少なくなって力を失ってしまったばかりにこのありさまさ、金か。だからお願いだよ、少しばかりのルピーを恵んでおくれ。100ルピーもあれば十分。私が力を取り戻した暁にはきっとあなたの役に立てるはずだよ。なんか出てきた。しょうがねえなぁ。はい。金なんかつかんのか。ありがとう。助かるよ。ああ、力が、みなぎってくるー。
なんかおばちゃん出てきたけど。でか。まあでも、時のオカリナの大予習よりはマシだね。うん。いい気分だ。久々のシャバの空気は最高だね。あんたには世話になったね。おかげで力を取り戻せたよ。さて、今度は私の番。材料さえ持ってくればあんたの服を強くしてやるよ。試してみるかい？マジか。今の私ならあんたの服少しだけ強くしてやれそうだよ。強くする。あ、素材でね。ああ、そういうことなんだ。あ、じゃあ結構強くできるんじゃない？防御力強化しようよ。うん。絵面はすげえけど、まあいいや。あ、こうやって強くするんだね。まあ、服を強くするとね、特別な力が宿ることがあるんだ。同じ種類の服で揃える必要があるけどね。他の服も強くしてやろうか。いいね、いいね。あ、多分これを強化するためにはもっとね、素材が必要になるんだろうね。いや、やっちゃえやっちゃえ。スキップ。気持ち悪いから。いいね、いいね。ひょっとすると、これからね、ああいう鉱石とかも使うことになるかもしれないから、ちょっと気をつけないと。なんか怖えって。よしよしよし。まあ、戦闘の時は基本的にこれ着るからな。他はとりあえずいいかな。まあ、そんなにね、難しくもないんだけど。まあ、いいや。え？どうでもいいけど、これって呼ぶたびにあのお金払ったりしないよね。まあ、いいや。これでいいでしょう。え、帰る。いや、防御力強化してもらっちゃった。これで今俺の防御力どうなった。おお、21。結構頑丈になったんじゃない。で、一体どのくらい食べたらガーディアンなのよ、ビーム砲を防げるだろうか。神秘のベールに包まれた大妖精の泉、一度はお目にかかれたいものだよ。見つけた。そうかそうか、見つけたか。な、見つけた。本当かね。で、その場所の絵は、絵は持ってきてくれたのかね。写真でいいかい。これが大妖精の泉。美しいといえば美しいが、もっとこう神秘的で奥ゆかしい感じかと。しかしよく探してきてくれたな。何かお礼をしたいところだが、あいにく持ち合わせもないし。そうだ、君行きたい場所は探したい場所はないかね。私はハイラル城を試してきたからな。気になる場所があるなら役に立てる。お、ここ知ってる。これは大きな門とその奥に雪山。そうだ、あそこだ。この村からずっと東に行くと大きな雪山があるラネール山という山だ。おお、情報ゲット。このラネール山のふもとにあるネルドーラ雪原の西にその門があったはずだぞ。情報ゲット。私の知ってる場所でよかったよ。少しは役に立てたかね。他は？あ、同じか。ん？リューナスの血？伝説の話だと思うが、もし本当にいるなら、ぜひ描いてみたいものだ。いや、やった、なんか情報ゲットした。よし、じゃあ一回村に戻って、インパと話しよう。
あ、ちょっとスタミナがまずいか。間に合った。よし。待って。ほほう。フルアに振り回されておると聞いたが、意外と元気そうじゃの。で、どれ、見せてみよ。おお、これは間違いなく100年前、ゼルダ様が踊りになった写し絵。姫様の思い出であるこの写し絵の地を巡れば、そなたの記憶取り戻すことができるやもしれんの。写し絵の地を一箇所でも訪れることができたなら、またここへ戻ってくるがよい。そなたに渡したいものがあるでの。おお。でも一個ね、情報見つけちゃいましたもんね。じゃあ行ってみましょうか。ラネールさんっつったね。東の方のラネールさんの、ネルドーラ雪原ってたね。じゃあ目的地はここだ。あ、果ての間から近い。じゃあここにピン入れといて。一回ここに。よしよしよし。あ、そうだ。シーカーストーンのそのシーカーセンサーをご覧にしよう。行くぞ。よし。お。今飛び越えれそうだった。待って、目的地はあっちか。あっちのピン俺何につけたんだっけ。どれだ。あ、これか。じゃあこれ削除。向こうか。道的にはどういう感じになるんだろう。あー、これはフェル、この辺に預けていこう。他に部長がなんかなかったっけか。ごめん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 。まあいいや、落ち。いやー、ラネールさんって言うと多分寒いだろうな。なんかあったかい食べ物利用したっけか。寒さ対策系。まあ、若干心もとない気もするけど。じゃあなんか用意していくか。
こんなもんでしょう。さてでは山目指しましょうか。もうね、道なき道を行きますよ。移動時はやっぱりこれかなぁと。寒そうだからこれ、結局下半身寒そうっていう。あ、やべ、ここ低い、登れねえぞ。なんとかいけるかな。いや、なんか頑張りゲージ回復する系のも作っとけばよかったかな。やべ、あんまねえや。足を下ろせそうなとこ。よし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 。よしよしよし。お、寒そう。あれ撮影したっけか。撮った気もするな。うん。うん、寒い。お。チチュ。あれでしたらね。あ、寒い。とりあえずホットドリンクですね。要はこれはえげつないな。どの辺だろう。お、イチゴだ。ひんやりだけ。砂漠の暑さにも耐えれる。あ、暑いっていうのもあるのね。そりゃそうか。あ、この辺だ。近いぞ。あれ？ピンが消えた。もうこの辺？まあでも適当にね、ピン打っただけだもんね。あ、これか？これかもな。真っ白バト。ひんやりヤンマ。
金よりハーブ。なんかいる。あれ敵か。ライネル。やべ、強そう。ヤマシカのオス。あっちは。気づかれた。お、なんだよ。なんか撃ってきたぞ、あいつ。いいだろ、やってやる。くっ、でけえ。今一撃だったよね。嘘だろ、おい。こいつやべえ。なんだよ、おい。やべえ。よし、うわ、全然効いてねえ。あいつやべえぞ。一撃が重い。これ防御力上げといてよかった。火に弱いのかこいつ。横はダメだな、横飛びダメだな、これ。乗れてなかった。あら、やべえ。クソ、剣が折れた。マジかー、あれ。一発で HP 大半持ってかれんぞ、俺。
強いぞって。やーべそう。剣がすぐ折れる。よし。あ、ちょっと慣れてきた。どうするか。使うか。タイミングが。あぶね。やがて。お、倒したか。倒した。ライネルの剣。やべえ。ライネルの弓。ん？複数の矢を同時に打ち出すことができる。へえ、やべ、強い。これ両手剣だよね、やっぱね。え、片手剣なのこれ。盾でありながら刃を持ってるため、それより強い斬撃を繰り返すことができる。どういうことだってばよ。戦利品としてでかすぎねえかこれ。せっかくの炎のやつ全部失ったけど。はあ。なんか長期戦となりましたけれども、なんかね、強敵倒して、いろいろ得ることができました。いやー、やばかった。勝てると思わなかった。いやー、これもね、やっぱ回復アイテムいっぱい用意してきたおかげですね。これからもね、いろいろ狩りをして、素材集めていきたいと思います。で、多分目的地あとすぐ近くだと思うんですけども、今回ここまでにしておきたいと思います。長くなっちゃった。はい、ではゼルダです。ブレスオブザワイルド実況プレイのパート12、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。